ニューカッスル VS リバプール、遠藤渡るなんだと。渡るなんだ。渡るなんだ。ということでですね、遠藤渡るのゲームを、あ！おっと、こんなとこに。ちょっと待って、それノラのっすか？ノラの。ノラの対戦じゃないっすか、これ。野生の対戦自宅が。野生の遠藤渡る。野生の遠藤渡る、ここにあり。ここにいました、こんなとこに。いや、スターティングメンバーでございますからね。もうちょっと、言う前に読んでるから。対戦自宅。対戦自弱じゃないんだけどね。え、タイトル何なの？タイトル、いや、これ、楽しいから強くなる。あ、そう、え、対戦自弱じゃないのそれ。そして、遠藤渡るアンカーでございます。見たわ、渡るカード。ね、これカード、来た。ちょ、似ても似つかないですけれども、まあ、プレちゃんの遠藤渡ることを、伊藤、デュエルすか。来た、やっぱデュエル勝率えぐいですからね、こいつマジで。強すぎて誰も挑まない。むしろデュエルしないから、ね、デュエルしないから、真の強者にデュエルしないからさあやっていきましょう。はい、もう正直言うとこの試合で遠藤をこうどうこう評価する気というかするのは良くないと思いますけどね。何度も言ってますけど、セントジェームズパークとか世界で最も難しい場所ですからね、中盤にとって。こんなとこで初戦からブイブイできるやつなんか世の中にいねえんだから。プレミア2戦目よ、本当に。しかもアンカーっていうこの世で最も難しいポジションの一つ。それはですね、逆に言うと、セントジェームズパークを舐めてますよ。はっきり言うと。そんなね、簡単な、そっか、でもあれか。そう、あんまり試合見てない人からしたら、ビッグシックス以外のチームはみんな一緒に見えて、ホームアウェイの感じとか考えてないのかもね。ニューカッスルをマジで舐めないでいただきたい。各、いろんなチームがここで敗れてきてるんですから。今年は相当なんかね。まず、おお！あー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 、やったな。やったね。これはちょっと、まあ、まあ、ゴードもよく決め切ったな、あの一対一。俺外すとったけどね。ね。やった。また抜きか？うん、足すかったね。あ、ね、ゴードン？あ、ゴードンね。あ、ゴードンか。うん。いや、狙われてたな、完全に。また抜いたね。また抜いたね。ゴードンですか。あらら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 ら。決められたくないやつに決められましたか？リバプールからすると。なんか、今シーズンこういうミス、いろんなチームでよく見てる気がするんですけど。結構、あっていう。うん。あっていうのなんかもう山ほど見てますか。うん。あ、ゴード休憩だ。あ、ゴード。うまっ。あー、これダイクの ID か。ちょっとファール取るか。ん、あ、ええー、なぜゆえ決定基礎士ですか。決定基礎士か、今。ドグソ、マジで。もう一回ちょっと見てみないと。もう一回ちょっと見てみないとわかんないな、これ。ただまあ、一発セットなら VAR の、あれもあるじゃないですか。うんうんうん。相当。ちょっと嘘でしょっていう感じだけどな、これ。ただちょっと早めのレッドなんで。一旦出しとくかみたいな。そうね。一旦出してレッドでちょっと V 見ようか、レッドのパターンあります？これ V 見てます？見てますよね。無線は入ってそうですね。入ってそうだね。うん。おぉ、これレッド、マジで？もうボールにトライできてるんで、問答無用これ。マジで？マジで？まあでもだからボール云々じゃなくてドグソってことなんだろうね、これはね。決定基礎士でレッド。いやー、いやー、でもなー、これ飲み込むにはちょっと時間かかるな。これは厳しすぎねえか。かボールの前に、うん、足が当たってるとか。いや、これはかわいそうだな、マジで。あー、うーん。まあ、行く前にちょっと足かかってるって判定なんかね。まあ、多分足はかかってるはかかってんだろうけどね。いやー。あ、ワッタル交代っすか。あー、もう、でもちょっともうこれ、取りに行ってんで、ね、点を。まあ、前目に行くしかないもんな、こんなもんな。まあ、しょうがないね。うん。一発ちょっと、かますしかないやんね。うん。渡るはお疲れやで。これはまあ、うん。
毎回順位。これなぁ。未だに全然わかんねえから。わかんねえでも、ワタルの本領発揮が。んで、全然わかんねえんだわ。ほんとに見てんだわ、こっちは。あるか、こんなこと。施設は11で見たいっすね。11で。うん。地上戦7分の 4! お、すごくない？いいデュエルしてんね。お、セントジェームズで7分の4は、やるやんって感じだけどね。もう全然。で、ほぼ10人なことを考えると。うん。うん。いいんじゃないですか？ね。結構全然使ってないんだよね。あ！お、あ！うわー！ねえ！これはすごい！昇天した！これはえぐいわ！ヌネスすげー！帰ってきたなー。帰ってきたわ。これはもう次回スタメン確定です。これはえぐい。いや、マジある。マジやっぱ。うん。これ誰？ポイン、ポイン。あいや、決めてったな、これ。この角度なんか去年マジで全然決まってなくなかった。全然決まってなかったです。克服したか。課題の。課題の角度。ちょっと待ってくれよ、やっぱ。おいおいおい。リアプル勝つんじゃねえか。これワンチャンあるぞ。俺ワンチャンあるぞ、これ。かっけー。いや、これは。いや、ヒーロー。ついに火吹くか。ヌニエス。いやー、ヌニエス、これはちょっと、節まとめ関東カラーっすか？わかんないっすよー。ちょっとこれサムネイゲーセンのヌニエスはね、もうこれで、うん、ちょっとゴードンかなって思ったけど、ちょっとヌニエスかもしれないっすね。ちょっといいお団子見つけましたね。2011B で、あ、シャビ買って破産しましたから、これ。うわー！マジ？マジ？本当？本当？え、ないよね。え、ないよね、これ。多分、え、え、え？何？これはもう、翼作ってもいいな。マジで？本当？本当に言ってるの、ねっちゃん。こう奪って、いや全くですね。シュートバリうまやん。シュートバリうまやん。またファーサイド？またファーサイドだね。うわあ！もうこれ眠りに落ちたやつが。いや驚愕ですよこんなの。驚愕だろこれ。これはやばいわ。ヌニスだわ。月刊ヌニエスだろ、これ。ええー。